would like you to stand up to your feet and join us as we sing this song together. ぜひまた立ち上がって一緒に歌っていきましょう。宣教の港へようこそ。このお話は日本で最初のプロテスタント宣教師、またヘボン式ローマ字で有名なヘボン宣教師ジェームズ・ヘップワーンの物語です。どれどれ、大丈夫です、治ります。弁天様にお願いしてもダメじゃったのに治りますんか。成仏寺に薬があるので行きましょう。しかし成仏寺の門の近くに来ると仁助は歩かなくなりました。役人がいるとこよ、行けん。じゃあここで待っててください、薬を取りに行ってきますから。ジェームズは目薬を一日的目に刺しました。ひゃーっとして気持ちがいいです。明日の朝さっきの浜辺で待っていてください、見てあげます。次の日、仁助の目を見ると良くなっていました。ジェームズはもう一度目薬を刺しました。明日には治りますよ。お金はいりません。また病気になったらいつでも治します。いやー、ありがたいこった。成仏寺の偉人は偉い人じゃ。ジェームズが仁助の病を一時的の薬で治したと評判になり、
他の漁師たちも直してもらうようになりました。ヘボン先生、俺の友達も目が悪いんです。見てやってください。人々はジェームズをヘボン先生と呼ぶようになりました。ジェームズの医療活動が活発になると、神奈川奉行はキリスト教を伝道することを恐れて、成仏寺に時々スパイを送りました。貞次郎さん、日本語を教えたり病院のお手伝いをお願いします。ヘボン先生、よろしくお願いします。日本語の勉強は進んでいますか？ようこそブラウン先生、一緒に庭を散歩しませんか？二人は散歩しながら大事な話をします。早くキリシタン禁制の立て札がなくなり、自由に伝道できる日が来るといいですね。日本人は宗教は専門家に任せて、個人的に強い信仰を持つことはあまりありません。伝道しやすいかもしれませんね。誰かそこにいますか？すると罰が悪そうに貞次郎が出てきました。先生を探していました。午後はどうしますか？ブラウン先生、新しいしもべの貞次郎です。彼は学問があり、何でも答えてくれます。この貞次郎はスパイなんでしょうか？宣教師たちは大丈夫なのでしょうか？この続きはまた次回、宣教の港で。ヤワサロー。御言葉の蔵。自分の背向きの罪を隠す者は成功しない。それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受ける。箴言28章13節。言葉の意味。自分の背向きの罪を隠す者とは、罪を犯してそのままにしている人はということ。成功しないとは、罪から来る怒りと不安と恐れに支配されるということ。それを告白してそれを捨てる者はとは、神様にごめんなさいとお祈りをする人ということ。憐れみを受けるとは、神様から与えられる喜びと平安と愛を持つことができるということ。自分の背向きの罪を隠す者は成功しない。それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受ける。箴言28章13節。お話の家、キリストの学び屋へようこそ。主の武士になる福音を伝えるシリーズ、今回は6回目です。神様の子供として成長することはどういうことなのか、そのことを学びます。色では緑を表します。楽しく学んでいきましょうね。はい、学びの時間です。今日は神様の子供として成長するっていうことについて学んでいきます。まずイエス様を信じた人がどうなったか、もう一度確認しましょう。前回やりましたけど、まず罪が許されてもう裁かれない、また永遠の命を持って天国に行ける、そして神様の子供とされる、そして全ての霊的な祝福をいただくとかってね、ずっとありました。今日はその中で神様の子供にされたっていうことについてちょっと考えていきます。神様はね、私たちをイエス様信じたら神様の子供にしてくださいました。そしてそれ特別に愛してくださってるんですね。聖書のお約束で書いてます。ヨハネ1章12節には、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになったっていうことです。だからイエス様信じた日はあなたの新しく生まれたお誕生日でもあるんですよ。そして生まれた赤ちゃんは食べるものがないとダメですよね。でもその食べ物はミルクじゃなくて神様の御言葉です。第一ペテロには、生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい、それによって成長し救いを得るためですって書かれています。だから御言葉をしっかり学んでいくことが大事ですね。
そして神様は私たちが成長することを願っているんです。第二ペテロ3章18節にもイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさいって書いてます。じゃあ成長ね、やった僕たちも私たちも大きくなるぞってね喜ぶんですけど、最初にまず覚えておきたいのが成長を邪魔するものがあるんだっていうことです。それは何かというと罪なんですね。罪が2種類あったの覚えてますか？嘘とか喧嘩とかこのいろいろやる罪ありますよね。その罪は許される必要があります。そしてイエス様の十字架によってもう許されましたね。もう一つの罪、それは罪の性質って言ってアダムとエバが罪を犯した時から私たちが入ってるんですね。そしてそれは残念ながらイエス様信じてもなくならなくて天国に行くまでなくならないんです。だから罪は許されてるけどもこの罪を犯したいという思いがあるんです。まあ罪の力とも言いますが、だからそのことによって時々イエス様を信じてる人も罪を犯してしまうことがあるんです。その罪が私たちをまた永遠の滅びに連れていくことはないんですが、告白していない罪として私たちの心にある喜びや平安や愛を取り去って怒りや不安や恐れを入れてくる、そういうふうな状態になるんです。そしてそういう罪を何度も何度も犯すようになって、またそうなると神様のことがだんだんわからなくなります。だからそういう罪を犯したなっていう時は罪の告白をします。これは神様にごめんなさいっていうお祈りをするということです。この罪の告白、神様にごめんなさいのお祈りをする時には3つのステップがあります。まず1つは自分が神様の喜ばれない罪を犯したっていうことを認めるっていうことです。自分が罪を犯してても認めたくない場合ありますよね。みんなやってるものとか、あいつが悪いから私がやったんだよとか、これはダメです。私は神様が嫌われる罪を犯しましたって認めるっていうことが大事ですね。で、2つ目、具体的に何をしたかお話しします。神様、私は罪を犯しました、ごめんなさい、じゃなくて何やったの？きちっとそのこと、私は誰々ちゃんに嘘を言いました、私は誰々ちゃんのものを腹が立ったから隠しましたとか、正直に言わなきゃいけないのに嘘つきましたとかっていうふうにして具体的に何をしたか話します。そしてその後にこれは罪です、ごめんなさいというふうに言います。そして3つ目はこの罪の罰はもうイエス様が受けて十字架にかかって死んでくださったから、イエス様ありがとうって神様に感謝のお祈りをするっていうことです。すると心にあった怒りとか不安とか恐れがなくなり、また喜びと平安と愛でいっぱいになります。そしてもう一つ大切なこととして教えたいのは、この罪の告白をするときに私たちは神様にお祈りするのが人に対してごめんなさいっていうのと同じように考えてしまうんですよね。だからどういうかっていうと、時々こんな祈りをします。ああこれはこんな罪を犯しました、どうか許してくださいって言うんです。でもどうでしょう、これ正しいですか？イエス様によっても許されてるんですよ。なのに許してくださいって言ったら天国から許してよって声が聞こえないと安心できないですよね。もうイエス様によって許されたから感謝しますですね。またある人はこう言うんです。もう二度としませんから許してくださいって。え、一度だったら許せるの？二度だったらダメなの？神様は罪は許しません。一回目でも二回目で関係ない。だからその時に条件をつけて二度目だから許してくる、これもおかしい。そういう神様に条件を出さない、ただ罪です、ごめんなさい、でもこの罪を許されて感謝しますっていうふうにちゃんと言ってください。また同じ罪に対して何度も何度もごめんなさいを言わないっていうことも大事ですね。例えば誰かを殴りました、でごめんねこの間殴っちゃってって言ったらいいよって、もう許してもらったのに何度も何度も言ったら何でも許したのにってなるでしょ。神様もそうです。もうそのことは終わったよ、なんで何度も何度も言うのっていうことになるので一回で大丈夫です。イエス様は全てご存知なんです。そして罪の罰も終わってる。だから一回だけ神様に罪の告白をしましょう。あなたが
イエス様信じてるけど、あ、罪を犯したって気づいたら、できるだけ早く罪の告白をしてください。ある宣教師が言ったんです。もし5分以内に罪の告白をしたら、あなたは素晴らしい清い生活をすることができますよって。そういう清い生活ができる神の子供として成長していきたいですよね。イエス様を信じた子は神様の子供としても生まれました。どんどん成長するためには何をすることが大切でしょうか。一緒に御言葉から学んでいきましょう。今日のお話は福音を伝える6、緑、神様の子供として成長する。成長するためには神様の子供の食べ物がありますね。それは何かな。御言葉の父って聖書に書いてあるよね。御言葉のミルクってこと？そうだね。神様の子供が成長するためには神様の言葉を食べるっていうことだね。今キリストの学び屋で聖書を学んでいる、これは食べ物です。さあ皆さんはどれぐらい成長したかな。結構成長したと思う。聖書を学ぶことが楽しくなってきた。それは嬉しいですね。神様の子供は、そしてイエス様チームにも入ります。教会や日曜学校や子供クラスではイエス様チームの子供たちがみんな集まって神様のことを学んだり、賛美したり、祈り合ったり、励まし合ったりします。いつも一緒におられるイエス様が何が正しいか間違ってるかも教えてくださるので、あなたも神様の子供として成長することができるのです。だからクリスチャンはみんなで集まって礼拝することが大事なんだね。他のクリスチャンのためにお祈りできるってすごいよね。神様の家族だから助け合いもできるし、そうやって成長していくんだね。でも神様の子供の成長を邪魔するものがありました。何でしょうか。罪を犯すこと。そう、その罪は私たちに罰を与えますか。イエス様が十字架の上でもう罰を受けてくれたから大丈夫。でも罪の告白をしないと怒りとか不安とか恐れが心に入ってくる。あなたもそういう経験はないでしょうか。友達と喧嘩した後はなんかイライラしたり不安になったりする。なんか神様が怒ってるかもしれないと思って聖書を読みたくなくなったりするな。お祈りもしづらくなるな。そうだね。罪を犯しているとアダムとエヴァが隠れたように神様から余計離れてしまう。でも神様はそのことをとっても悲しく思っています。早くごめんなさいのお祈りをして楽しい交わりができることを願っています。悪いことをした後、お母さんに私がやりましたごめんなさいって言ったら、分かったよ、正直に言ってくれて嬉しいわって言ってくれた。とっても嬉しくってお母さんに抱きついちゃった。お母さんもとっても嬉しかったと思いますよ。そして神様も私たちが罪の告白をすることをとっても喜んでくださっています。3つのステップがあります。まず罪を認める、具体的に祈る、イエス様に感謝するです。じゃあ具体的にどういうことか分かりますか。罪を認めるっていうのは、自分がしたことは神様に喜ばれないことだと思うこと。人のせいにしたり、心で自分は悪くないって考えるなら、自分の罪を認めていないから罪の告白はできないね。そして誰に何をしたかをきちんと神様にお話しする。イエス様に感謝するっていうのは、その罪の罰をイエス様が十字架の死と復活によってもう受けてくださったから、私たちがその罪の罰を受けないことをイエス様にありがとうっていうこと。その通りです。では聖書を開きます。箴言28章13節です。自分の背きの罪を隠す者は成功しない。それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受ける。
神様は私たちが言ってること、してること、考えてること、すべて知っておられます。その神様に隠すことは何もでき、隠すことはできません。だから罪を犯したと気がついたら、すぐに神様にごめんなさいと罪の告白をして、心にある怒りとか不安とか恐れを追い出して、喜びと平安と愛をいただきませんか？はい。ではお祈りします。愛する天の神様、あなたが私たちを神様の子供にしてくださり、また大きく成長できるようにしてくださっていることをありがとうございます。でもその成長を邪魔する罪があります。どうか私たちが罪を犯したときに、すぐにそのことに気づいてごめんなさいのお祈りができるように助けてください。そして心にいつも平安と喜びと愛を持てるようにしてください。私たちが神様の子供として成長できるようにお守りください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日の指令書、一つ、罪の告白の三つのポイントは何かな？一つ、罪を犯したら心に何が入ってくるかな？神様の子供として成長するためにどんなことが大切なのか、改めて学んでみよう。では次回、キリストの学び屋で会いましょう。ごきげんよう。バイバイ。自分の罪を隠す者は成功しない。それを隠して、それを捨てる者は罪を受ける。箴言28章13節。つまり、罪を犯してそのままにしている人は、罪から来る怒りと不安と恐れに支配されますが、神様にごめんなさいとお祈りをする人は、神様が与えてくださる喜びと平安と愛を持つことができます。ということ、わかったかな？神様の子供として成長するためにどうすればいいのか、わかったかな？自分の背向きの罪を隠す者は成功しない。それを告白してそれを捨てる者は哀れみを受ける。箴言28章13節。御言葉のクラ。